おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。何日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。蓮舫さん、事前運動で公職選挙法違反の自覚があったのか、都知事選を夏の挑戦に言い換え、ネットの反応、あれでおかしいぞ。高校野球かよ、というふうに言われています。これ日刊スポーツの記事ですが、蓮舫氏、事前運動批判で都知事選を夏の挑戦と言い換え、 絶対負けない2週連続街頭演説というふうに言われていまして言い返ったんですよね都知事選っていうふうに言ってて事前運動だみたいなことをバーって騒がれてたら今回は夏の挑戦とこう入れ替えちゃったみたいなんですね自覚があったんじゃないでしょうかわかりませんけどもえこちら蓮舫氏公職選挙法違反疑惑を強行突破か都知事選後につけ払わされる可能性というふうに言われています こちらのトースポの記事ですけども、こちらですね。で、え、付払わされるね浜田議員も国会で質問してくださいましたけども、こちらですね。長田町関係者は、江田氏は以前にも公職選挙法違反の疑いがあって、またかという感じですよと呆れる。江田氏は4年前の都知事選投開票日に唐突に、宇都宮民民で育った私はと、 故郷の宇都宮餃子の話題を投稿支援していた宇都宮検事氏を連想させ特定候補への投票を呼びかける行為と糾弾され釈明に追われる過去があると言われてるんですねでこちら与野党問わずグレーゾーンなら大丈夫と選挙違反が横行していて野党第一党が平鎖と行っているのが問題です世論にも火がつきこのまま都知事選に立候補すれば選挙後に告発されるのは避けられず警察も見過すわけにはいかなくなるのではと いうふうに言われていまして、都知事選後に突き払わされる可能性があるようですね。注目ですね。で、こちらです。カルタさんですが、都知事選出場を明確にして投票以来の演説をした蓮舫氏の公選法違反行為。 だが、かつて夏祭りで内輪を配った松島緑法相を公職選挙批判として徹底追及し、辞任に追いやった蓮舫氏。江野氏も蓮舫さんを勝たせましょうと叫んで完全な公選法違反。一切教育事前運動と認め責任を取りなさいというふうに言われていまして、またまたブーメランみたいな感じみたいですね。もうブーメランすごいですね。えこちら、女性都民が、 選ぶ、都知事になってほしい女性政治家ランキング3位野田聖子さん、に高市さなえさんを抑えた圧倒的第き1位はというので、1位はなんと田中牧子さんというふうに書かれてるんですね。すごいですね。そしてこちら、上司にしたくない政治家ランキング1位蓮舫氏、2位辻元清美さん、3位小池由里子さんというふうになっておりますね。 また、こちら、ボイラージャーさんですが、蓮舫さん、またやらかすポストを見たら、こんなチラシが入っていたのですが、ということで、まあこれ事実であれば、という前提になりますけどもね、こんな感じのポストもあるようですで。こちら、自民党がなかなか大変な状況になっております。自民党長野県連、岸田首相に退陣要求、執行部の顔ぶれ一心を、ネットの反応、まあ岸田のままじゃボロ負け確定だからな、高いってにするなら大先生だ、というふうに言われております。 地方の方からどんどんと声が上がってきていますね。で、こちら、カルタさんですけども、茂木幹事長の地元、栃木県の鹿沼市長選でも、立憲の元県連幹事長が自公推薦あった。 候補に圧勝。あらゆる選挙で負け続ける地味。2009年衆院選で300議席から3分の2を失い、119議席になった以上の惨事が現実味。それでも保守現実派を呼び戻せる唯一の候補、高市さないしに背を向け、座して死を待つ議員たちというふうに言われていて、本当論理的に考えて、高市さんにした方が勝てるというふうなことを、ここで言われている感じですかね。いやー、ぼてさんの地元である 栃木の方でもこんな大惨敗みたいな感じになっててとんでもないことになりそうですよね。でこちら「公明代表が批判自民ぐずぐず規制法案が遅れ選挙 敗北と演説というふうに言われています。コメントの山口代表は9日、自民党派閥し裏金事件を受けた自民による政治資金規制法改正への取り組みの遅れが、4月の衆院参補選や、静岡県知事選などの自民推薦候補の敗北につながったとの認識を示した。那覇市内での街頭演説で、自民が具体策を出さずぐずぐずし、補選、知理選と負け続けた国民の政治不信の強さを表していると批判した。自民がパーティー券購入者の公開基準額の引き下げ 幅など公明の主張を丸の見し賛成に回ったと説明今国会で法改正を実現し政治の信頼を回復する政策を前に進めていくと訴えたというふうに言われていますね公明から改めてこういう声が出ていますまた麻生さんもこのように言われていますね麻生氏将来に囲を残す改革避けねば案に首相批判規制法案めぐりというふうに言われています自民党の麻生太郎副総裁は8日派閥の裏金事件を受けた政治資金規制法の改正をめぐり 民主主義にはどうしてもコストがかかる。将来に過去を残す改革は断固避けなければならないと述べたというふうに言われていまして、暗に首相批判かということが言われているんですね。で、麻生氏は5万円超円の引き下げで名前の公表を恐れる購入者の買い控えが起き、政治資金の減収が指摘されることを念頭に、国会議員を目指す多くの若者が政治資金が確保できないと言って政治の道を断念するのは甚だ残念とも語ったと言われているんですね。 あ、ここを見ておきましょうかね。麻生氏は裏金事件について国民の政治不信を招く事態になり、党執行部の一員として心から申し訳なく遺憾の意を表すると謝罪。その上で政治資金について秘書や事務所経費、講演会活動などを上げ、どうしてもコストがかかると強調。広い地域をくまなく歩いて声を聞き、それを政策として形にしていかなければならないと説明したと言われるふうに言われているんですけども、 で、麻生氏は不毛を剃らせており、首相の対応を案に批判したと見られるというふうにここでは紹介されていますね。で、そんな中こちら、ポスト岸田候補、菅氏、市安、自民、石場、 小泉氏軸かというふうな自治通信の記事が出ております。他の、9日の任期満流に伴う自民党総裁、あ、9じゃないです。月ですね。失礼しました。九月の任期満流に伴う自民党総裁選では、菅氏で前首相の対応が焦点の一つだ。岸田首相と一定の協力、菅氏が推す候補は、非主流派を中心とする勢力の結集軸になり得るためだ。裏金事件で自民に逆風が吹く中、菅氏は党を生まれ変わらせることを条件に支援を重ねていると見られると言われています。 で菅氏がポスト岸田候補と見ているのは石破茂元幹事長や小泉進次郎元環境相ら石破氏については時の首相への批判も辞さない姿勢を以前から高く評価し菅政権時には要職への起用を検討したこともあった政権中枢から離れて長いが世論調査の次の首相では上位の常連だ次期衆院選に向けて来年夏には参院選が控え菅氏は石破氏にとって最大のチャンスと周囲に語る小泉氏は将来の総裁候補として早くから目をかけてきた ここ6日には、萩生田前政調会長、加藤勝信元官房長官らとの会合に招いた。菅氏は周囲、菅氏周囲は、小泉氏も選択肢に加わったと見る。ただ、現在43歳で養殖での経験が十分とは言えず、今回立候補させるべきなのかと思いあぐねているという。複数の関係者によると、女性初の候補者として、 注目されている上川横外相や安倍政権で共に養殖を務めた加藤氏も念頭にある。一方、河野デジタル省とは最近関係が微妙になりつつある。菅氏が重視するワインナンバーの利活用は進んでおらず、裏金問題で複数の派閥とか解散を決めても、河野氏が麻生派に留まっていることが背景にある。 菅氏はなぜ派閥を抜けないんだと漏らしているという。菅氏は異中の候補についてまだ決めていないと周囲に語る。菅氏と親しい議員はギリギリまで明らかにしないだろうとの見方を示したと言われているんですね。で、小石川連合の中でも石場さん、小泉さんかということを時事では言われているようですねで。ちなみにこのデジタルショーとはもう微妙な関係で、HKT と、HKT のはあ、萩生田さん、加藤さん、武田さんのこの HKT との 方々と、プラス、小泉さんとの会合もあったと、菅さんのですよ。あったというふうに聞いておりますけども、そこに河野デジタル賞が呼ばれなかったということは、今回はないと、支援しないという表れなんでしょうかね、まあ。ちなみに高市さんがそこにいないっていうのもね、ちょっと、んーというところなんですけども、菅前首相、キングメーカーの一人である菅前首相が、こういう感じの動きをしているというふうに報じていますね。 で、森山総務会長は、解散総選挙いつあってもおかしくないというふうに言われていまして、ね、本当にこれもどうなるんですかね、解散総選挙もね。で、自民党は、賞味期限切れ、麻生 VS 菅主導で対決構図決まるも、ポスト岸田は短命というふうに、長谷川さんの記事も出ております。で、こちら、解散見送りで窮地の岸田首相一発逆転ホームラン、時間稼ぎの策とは、 会期大幅延長できなければ、総裁選再生の目はないというふうに言われていますね。この会期延長、大会期大幅延長っていうのがある,かあるのかどうかっていうのも注目点なのかもしれませんね。 岸田政権にとってベストなのは今国会の会期を8月中旬から下旬まで2ヶ月程度大幅に延長することだ。その大義名分は政治改革ではなく憲法改正くらいしかない。これは冒頭に紹介した岸田首相の発言の中にある。今は政治改革をはじめ先送りできない課題の先送りできない課題に相当するというふうに言われていまして。で、大幅に延長して憲法改正に取り組めば、またこの それが逆にそれがなければ総裁選の再選はないというふうに高橋さんは予想されてるんですね。岸田首相は自民党総裁選任期に憲法改正を実現したいと言っていた。誰もができないだろうと思っているが、一部の保守系論者の中には瀬戸際に追い込まれた岸田首相が自分の演みのためとはいえ、底力を発揮し、憲法改正の条文提示や発議まで持っていくことを密かに期待する向きもあると言われてるんですね。ね、追い込まれてそこまでやるんでしょうかね。大注目ですよね。 で、他にもいろんなあ、破れかぶれてなんかいろんなことをするかもしれませんけどもね、北朝鮮への電撃訪問とか、いろんな話が出ていますけどもね。憲法改正や北朝鮮の電撃訪問は共に少ない可能性しかない。しかし、木澤首相はそこにかけるしかないくらいに追い詰められていると、高橋さんは分析されていらっしゃいます。ね、どこまで、えー、続けるんですかね。で、こちら、再エネタスクフォース廃止だけでいいのか、提出資料に四国ロゴ、 林官房長官や河野大臣に注意も、ああ、河野、ああ、失礼しました。林官房長官が河野大臣に注意も残る外国勢力や利権の抜け穴というふうに言われていまして、本当にこれは、残りますよね。なんかあるんじゃないか、つってね。不安が残りますよね。そう考えたらやっぱりこれで、えー、河野さんの総裁選の目はなくなったのかな、というふうにおっしゃっている方もいらっしゃいましたし、 で、この菅前首相のこの会合とかに呼ばれなかったっていうのも一つのそういうシグナルかもしれませんね。はい。皆さんはどう思われますでしょうかぜひ皆様のご意見などコメントをいただけたらと思います。というわけで、ここから先はメンバーシップレベル1、レベル2の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくいの情報も扱いたいと思っております。続きは動画欄からご視聴ください。イバシさんもここまでです。ありがとうございました。 というわけでこれもたくさん紹介したいんですが本日は以上です本日もありがとうございました。それではまた通信サイトやっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。日はこちら喧嘩の中介人が現れた瞬間ということで見てみましょう。はい、というわけでいかがでしょうか。 この喧嘩も半端ないですけど、仲介人のこの威厳半端ないですね。はい、私もこの人みたいにします。この人じゃないか、この猫さんみたいにやります。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。